とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー15周、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。残り3日間か。残り3日だね。では、頑張っていきましょう。どうだ、一発目。物はそう良くはないんだけどね。演者は、そうね、黄金が1か。黄金、今回も1ですか。あ、2。どうだろうね。今回はいいのが出てきてくれるんでしょうか。一発目ダメです。2回目お願い。お、バブル！アーティファクトチャージだけか。うん、でもまあ出てきてくれたことありがとう、よかったよ。うん、黄金も2だしね、1じゃないっていうのは嬉しい。おー、ポーションバリアついてる。で、黄金は3。いいね、いいよいいよ、なんか良くなってきてる気がする。3回目、おー、来た。あー、ダメだダメだ。いやー、狙ってるやつなんだよね、豪華。クールダウンがない。クールダウンなし。こっちも、別にいいのがついてない。冬もいいのはついてない。でも、黄金はね、3だからね。いやー、今日、来る気がするよ。惜しい。まあ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 、でも、2が出てきたよ。黄金に。まあ今回は良くないね。どうだ？真ん中は？いやー、違う。違うんだ。黄金3だったら悪くなかったかもしんないね。どうだ？クールダウンがなんかつかないな。黄金はね、いい感じに3のやつとか出るんだけど、クールダウンがないんだ。出てくれ、頼む。違う。これも違う。まあまあ、黄金はね、2なんだけど、やっぱ3が欲しいよね。3が欲しいんだ。はい。おお、なんで2つ？でもいいよ、いいよ。リゾルトテンペストは探してたやつだから、いい。これは良くないね。旋風は別にいらない。クールダウンないけど、ポーションバリアはついててくれてる。嬉しい。どう？お！いいかな？いいかな？あ、違う！違う！いや、違った！ミスった！違ったわ！こっちチルゲールだ。こっちリゾルトテンペストだ。見た目ほぼ一緒じゃん！違うわ！こっちじゃない。あのね、こっちは、モブが鈍化するやつだね。霊気じゃないな。それ、凍結がついてんだ。で、こっちは、追い打ちなのよ。俺、追い打ちの方が良かったのよ。追い打ちだったら、こっち当たりだったんだけどな。リフレッシュ、爆発、虚無の、クリティカル。惜しい！なぜこの武器だった？どうだ？弓出るね。今日弓がやたら出るね。弓のね、なんだ、リフレッシュとかついてるやつを一応探しちゃいるんだよね。高火力のやつ。バーストクロスボウか、ハーフクロスボウ系。どっちかだね。で、重力、リフレッシュ、あとは、クリティカル虚無あたりかな。追い打ちとかでもいいだろうけど、それでなんかやっていけそうかなとも思うんだけども、まあまあ違いますね。次行こう。これが10回目です。おお、おお、ちょっと待って、これ、
あ、でもな、259とかになってるし、なんでだ。まあいいや、いいぞ。クールダウン無謀で、一番左はまあ微妙だけども、黄金でポーションバリアで無謀ビルドができる。ポーションバリア、バーカ野郎、ハズレです、ハズレ。ポーションバリアで大当たりだったんだけどな。この2つは黄金1ですね。惜しい。どうだ、また弓、弓多くない今日、本当に弓多いで、エンチャはそんなにいいのじゃない。お、あ、いやいや違う、クールダウンだけ、惜しい惜しい。まあまあ、黄金がソウルフォーカスっていうのもどうかなっていうところだけど、ポーションバリアついてりゃちょっと良かったけどな。ウィザーのね、無限ポーションバリア編成は、251しかないんだよな。まあ勇者もないんだけどね。はい、次行こう。残り3回です。黄金は3が出てきてくれてる。あー、悪くはない。いやいや、フロストサイズはちょっと微妙なんだよな。普通の武器だったら悪くないエンチャだったね。こっちはクールダウンがない。では残り2回です。残り2回、ホーク、あー、いやいやいや、真ん中がリフレッシュついてればよかった、強かった。真ん中リフレッシュで強かったよ。あ、今はね、輝きの回復量じゃもう間に合わなくなったんだよね。惜しい惜しい。ラスト、おっと、まあ誕生終焉いいんじゃないですか。いい子持ってるけども、ちょっと惜しいやつなんだよな。いいね、虚無3ついてる、いいよ。誕生終焉、うわよくないよくない。まあ下のエンチャもまあよろしくないし、リフレッシュ1か、これなんだろうね、理想的なのは。まずリフレッシュさんはいるでしょ。リフレッシュさんに重力で追い打ちのアンチャンティングかな、欲しいのは。クリティカルでもいいかもしれないね。いやいや、今日はね、なかなか惜しいやつが結構出た。なんか出る気がしたんだけど、惜しいやつばかりでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。